マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエットのお悩みに、確かに痩せたいけどお肌カサカサ、年齢より老けるのは嫌っていうのがあります。痩せたいけど見た目の美しさをこう犠牲にしてまでも痩せたいとは思いませんよね。私も確かに痩せたけど老けたよねとかね、言われたくないです。そこでこの動画を見ることで、見た目も綺麗に痩せるための方法がわかります。もしあなたが早く痩せたいけど女性としての美しさを失いたくないと思っていらっしゃれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、朝晩に飲むだけ綺麗に痩せる美容ドリンクについてお伝えしていきます。はい、この美容ドリンクご紹介する前に注意点が主に2つあります。1つ目、ビタミン C は排出されやすい。2つ目、大量の水は一度に吸収できない。このポイントを押さえてからお伝えしていきますね。1つ目に関してお話ししていきましょう。このね、美容ドリンクに欠かせない成分がビタミン C なんですね。なので積極的に取り入れないといけないんですが、頑張って一度に大量に取っても出ていってしまうんですよね。長続きしないわけです。ですからそんなに頑張って一度に飲まなくても大丈夫ですよということになります。はい、そして丸2に関してこちらね、大量の水は一度には吸収できません。これもビタミン C とねつながるお話ですけれども、もうどんなにね痩せたくってお水が大事だと思って一生懸命飲む方いらっしゃるんですけれども、やっぱり忙しくてね、そのこまめに飲めないんですよ先生っておっしゃる方結構いらっしゃって、もう気がついたら午前中を当ててもうお昼の時間とかね、お仕事してたら特にそうだと思います。でそういった方がどうしてるかっていうと、一気にお昼の時間に500ミリのねペットボトルでうわーっとこう一気飲み。でもそれはですね、残念ながら非常にもったいない飲み方なんですね。そんなに一度に飲んでも吸収できないんです。つまり効率よく吸収できる方法を選べばいいということなんです。ではここから綺麗に痩せる美容ドリンクとそのドリンクの痩せる飲み方、3つのポイントにまとめてお伝えしていきます。おすすめの美容ドリンクとはレモン白湯になります。ちょっと見ていきましょうね。レモンはもう脂肪吸収効果、クエン酸効果、ビタミン C むくみ改善ということでダイエット効果がいっぱい、プラスなぜ白湯なのかっていうと理由があるんですね。こちら内臓がね温まるんですよ皆さん。そうすると代謝がねそれだけで上がるという、イコール痩せるってことですよね。あとその他いろいろ情報ありますけれども、要するにこの2つが最強のダイエット効果のドリンク、プラス美容効果もアップするドリンクということになります。私はレモン白湯作る時には、コップ1杯のお湯を用意して、そこに無添加のレモン果汁を大さじ1杯入れます。結構酸っぱいです。酸っぱいの好きなのでその分量で作っていますが、ちょっとねそのあたりはご自分の感覚でいいですから、お湯とレモン果汁、もちろんレモンスライスでもいいんですけども、上手に工夫して作ってみてくださいね。ではここから痩せる飲み方、3つのポイントをお伝えしていきます。1つ目、朝晩に分けて飲みましょうです。朝に1杯、夜寝る前に1杯飲むのがおすすめです。朝飲むメリットは、その一日の活動でこうどうしてもねお体がこう酸化しますよね。そこを防止する意味もありますし、その紫外線のダメージもね抑えてくれる効果があるんですね。また夜飲むメリットは、睡眠中にねコラーゲンをね作ってくれるっていうね、この嬉しい効果があるわけです。特に夜はですね、寝る前の30分以内に1杯のこのレモン白湯を飲むとベストです。ではポイント2つ目です。コップ1杯程度で大丈夫ですよということですね。先ほどもお伝えしました通り、一度に大量飲んでも吸収できませんからね、それもったいない飲み方なので、そんなに頑張らなくても大丈夫です。そしてポイント3つ目、ホットで飲む。もちろんね白湯なのでホットなんですけれども、ちょっとねうっかりして放ってたら冷えてたとかねありませんか、あるある。その時はねまた温め直せば大丈夫ですから、まずは
温かいっていうのがポイントなんです。そうすることで内臓が温まって代謝が上がるわけですから、ぜひホットで飲んでくださいね。いかがでしたか？早く痩せたいけれども、こう女性としての美しさ失いたくないなと思っているのであれば、今お伝えしたレモン白湯を朝晩一杯ずつ毎日飲み続けることから始めてみてくださいね。今回のお話は以上になります。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。